殺せ。麻子殿はどこだ。答えぬか。猛虎ではないが、野党でもない。正体を調べるか。何者かが押し入ったか。犯人を突き止めねば。薙刀、足立家の女のものだな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。手がかりはない。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。蹄の跡。逃げた者がいたのか。追ってみよう。弓兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ、これは足立家の馬だな。死んで数日。麻子殿、私です。お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は。武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。さようか。なぜここへ。叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。影、さあ。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと
共に戦ったのだが、多勢に無勢。私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。来い、これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。死角が生きておる。罪の報いを与えねば。奴らがのうのうと生きておるなど一族の恥。恩美の咎ではない。この手で成敗せねば顔向けできぬわ。お主一人で行ってくれ。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では。私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。猛虎は島に長居するんだろうな。そうか。対馬は高麗と本土の中間。重則様の紫電一閃をご存知ですか。その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。あちこちの村で法師の噂を耳にすることはあったが、今は小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば、敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。私が守ってやる。酒井様、ご無事で。子供に食べさせるものは残ってる。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。道中どうかお気をつけて。一人だけ生き残るってのはどんな感じなのか。太刀についての御用があればお役に立ちましょう。酒井家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。酒井様、素材をお持ちくだされば
喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。また頼むぞ。またいつでもお越しください。捕まったかわいそうに、猛虎に捕まったら最後殺されるのを待つだけだ。刀鍛冶をお探しですか？酒井様、お達者のようで。住職殿か？その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。草原という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。草原か？さようで。酒井と申す。お侍、何用で？政子殿からことづてだ。和田家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が？いや、裏切りだそうだ。おいたわしや。戦支度をした奴らが寺に来なかったか？そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。どうか我らをお守りくださいませ。猛虎の壊せるものは全て壊してください。太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。鋭さと切れ味が増しました。その太刀どうか我らを。心なしか泡の味がおかしくない。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった？喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると？刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。どうか空腹なんです。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。
隠れて。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。近づきましょう。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。加減はせんぞ。勝負しろ。いやさあ、侍の技とやるか。
草原は中におる。草原、もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主は？それを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。雅子殿。私は家族を埋めたのだ。一人、一人をな。幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人を食よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか！やめよ！どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。飯が尽きている。長くいたのだな。替えの武具、援軍が来るはずだったのか。うん、名前と家紋だ。雅子殿に聞くか。何か見つかったか？何者かの名と家紋が。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。いい子だ、影。